さよなら、アドルフは、ケイト・ショートランド監督、脚本、ロビン・ムケルジー脚本、UK フィルム・カウンシル出資による2012年の、オーストラリア・ドイツの戦争映画である。原作は、レイチェル・シーファーの小説、暗闇の中でに入っている、ロアである。第85回アカデミー賞外国語映画賞には、オーストラリア代表として出品されたが、最終選考旧作品には残らなかった。 14歳のローレは、ナチス公館の父と母、そして妹と双子の弟、生まれて間もない血の巫女の弟ら、家族7人で、何、不自由ない幸せな生活を送っていた。1945年ドイツは敗戦し、ローレの境遇は一変する。家族を田舎の農家のもとに疎開させた後、父の行方はわからなくなり、やがて母も、出頭要請によりローレたちのもとを去る。 私が戻らない時は、おばあちゃんのところへ身を寄せなさい。母は帰らず、農家からも追い出される羽目になったローレは、幼い兄弟たちを連れ、遥か900キロ離れた祖母の家へと、過酷な旅に出かける。道中、ローレは、ナチスのユダヤ人へのホロコーストの事実を知り、今までの価値観を根底から覆される。そんな彼女たちを、危機から救ったのは、皮肉にも、 ユダヤ人の青年、トーマスだった。トーマスを加えた一行は、今やソ連に支配されたハンブルクへ、危険な旅を続ける。オーストラリアプレミアは2012年6月に、シドニー映画祭で行われた。国際プレミアは、同年8月に、ロカルの国際映画祭で行われた。ありがとうございます。